国尾神社とは、岐阜県大垣市荒尾町にある神社である。旧社格は孫社。平野正門公の御神霊商殿には、南宮神社、西宮神社が祀られている。伝承によれば、今から約千年前、関武天皇第六代公院、平野正門は、時の朝廷の政策に憤りを覚え乱を起こした。しかし藤原秀里、平定森等に沈められ、 平野正門は捕らえられ、首を撃たれた。その首は、京都に送られ晒し首となったが、故郷小石さのあまり獄門を抜け出し、関東へ戻ろうと飛び立った。この異変を知り、美濃国南宮大社では、平野正門の首が関東に戻ることにより再び、乱の起こることを恐れ祈願したところ、神社に座す早戸神が矢をつがい東に飛び行く、平野正門の首を用とした。 この首が落ちた荒尾の地に平の正門を神として崇め祀ることによって再びその首が関東に戻らぬようその怒りを沈め霊を慰めるために創建されたと言われるこのような言われから古来より首から上の病気兵にご利益があるとされ近年においては学業成就合格祈願などにもご利益があると言われている当社は古来より 首状の初期眼に霊言洗ったかとされてきた。その昔は特に耳の病に良いと言われており、全開した際には穴の開いた石を奉納して御霊参りをする風習があった。中には全開を願い奉納される方や耳の病気にならないようにと奉納する方も多かった。今ではその風習もなくなり、御霊参りの御祈祷や御霊に絵馬を書いて奉納するようになっている。 2011年12月に大垣市警官遺産に指定された。ありがとうございます。